道が混んでるみたいなのよね。私も早く家に帰って足をハーブソルトマッサージしたいのに。違うわよ、このイオリちゃんが一人で夜道を歩いて帰るわけないじゃない。迎えの車を待ってるの。気が向いた時は少し歩いたり電車を使ったりもするけど、暗くなった時は車を使いなさいってパパが。こんな可愛い女の子が夜道を歩いてたら誰に誘拐されるか分かったもんじゃないもの。あんたも不審者に間違えられないうちに早く事務所に入りなさいよね。おとなし君、実はね、新しい手品を考えたんだよ。ちょっと見てくれないか？あ、すいません。今ちょっと忙しくて。そうか？ものすごいネタなんだがね。あの、これが済んだら拝見しますから。楽しみだな。プロデューサー。
今日はとってもわかりやすかったわ。変なものでも食べたの？ちゃんとついていきますから。